ロケットマンは、加藤元弘による日本の少年向け推理漫画。2001年11月号から2005年1月号まで、月刊少年マガジンにて連載された。単行本は全10巻、文庫版全5巻。作者である加藤の代表作、QED 証明終了に連載の月刊少年マガジンにおけるゲスト掲載の公表を受けて始まった作品。 QED 証明終了そのものは100ページ程度の1話完結を基本形式とした月刊誌連載には不向きな作りを持つ作品であったため完全新作である本作の連載となった。単行本の発刊においては QED 証明終了との同時刊行が基本となっていた。基本は推理漫画とされているが未知、基地を問わぬ様々な場所に赴く。 数々の荒ごとに巻き込まれるなど、冒険漫画に近い体裁を持った作品。連載中には、冒険ミステリーなどの分類がなされていた。また、QED 同様、様々なジャンルの知識が登場する。作者はインタビューで、自分が小中学生だった頃に読みたかった作品を書きたいと語っており、作者の思考が全開となった作品となっている。2001年、東京に住む、 中学生、水なしは、幼少時の記憶の空白という深刻な問題を抱えていた。そのため自分の生を実感できず、自身がいじめられていても、それに抵抗する気力も持てない日々が続いていた。毎日のようにいじめられていた歯だったが、クラスメイトの長月弥生に助けられる。歯を心配する弥生だったが、歯はいじめの巻き添えにしてしまうからと、それを拒絶する。 弥生はそんな歯に自分たち普通の人間とは違う何かを感じた。ある日、歯はナイフで腹部を刺された謎の男に出会う。弥生の手を借りて男を自室に運び治療を施す。実は水無し家は医者の家系であり、歯自身も幼い頃に祖父から初歩的な医療処置技術を教わっていた。歯は治療を施した責任感から男に 経緯の説明を求める。対して、男は、R と名乗り、事情を説明するが、話しすぎた情報を対価とみなして、派に、自らの仕事を手伝うよう迫る。実は R は、ある目的を持って宇宙へ行くため、ロケットの部品を報酬として活動する、とある情報組織の超永久エージェントだった。この事件の後も R は、二十歳を助手にして、様々な調査を行っていく。一方で、 派はアールの依頼を達成すれば、自らの空白の手がかりを得られる、とアールにそそのかされ彼に協力する。後に、この事実はアールの所属する情報組織、トゥルーアイズとの敵対を招き、二人は拘束されることになる。一旦は逃げ出した二十歳だったが、組織は巧妙な罠を操り、ついには派とアールに対し、互いの殺し合いを突きつける。そして、 R は歯に銃を向けられた末、滝の底へと落ちていく。その後、歯は R の目的を継ぐために、トゥルーアイズのエージェントとなり、R のロケットの制作を始めることになる。あらすじはトリックを明かさず、2から3行程度に収めるものとする。各話のタイトルは SF 作品の題名化その文字りとなっている。タイトル部分のリンクは、ネタ元の小説、作家へのリンク。 ありがとうございます。